DNA はアーティストだったりアートのコミュニティをこうエンパワーメントするアートホテルのプロジェクトです。普通の部屋じゃちょっと全然面白くないから、もっともっと一番東京で尖った部屋を作ろうって思った時に、じゃあアートを使ってもう最高に尖った部屋を作ろうと思ったのが、まあ、このプロジェクトを始めたきっかけです。パトロンになるっていうのは、泊まった宿泊料金の一部が直接作り手に、行くようなシステムで、街全体をこうホテルにしようっていう企画で、世界中から来たいろんな人をこの高円寺に巻き込んでいくっていうのが、まあ、このプロジェクトの面白いところだと思ってます。高円寺ほど、アーティストだったりミュージシャンだったり、そういったクリエイティブな方たちが集まっている街がないと。で、街を歩いてみると分かると思うんですけれど、小さなギャラリーだったり小さいミュージックスタジオとかで、我々が求めるような、面白い人たちが高円寺に住み着いていると。で、我々がコミュニティを作るっていうのはなんかやっぱりなくて、コミュニティを持っている人を探して、まあ、いろんな人に会っている中で一番こう問題意識であったりノリだったりっていうのがあったのが、アンプカフェをずっと10年間高円寺でやってきたケンジで、ケンジの昔からの友達でコミュニティの中心的存在だったアキラもコミュニティリーダーとしてバン系の店長としてチームに入っています。